あと2012年始まりました。皆さん、今年の抱負は何ですか？私はというより、私たち、なおちゃんとね、私たち演奏であれば、もちろん、去年より上を目指そう。それだよね、なおちゃん。はい。2009年はわけのわからない中を路上ライブ活動しながら、もがきながら頑張りまして、そのつながりに2010年はたくさんのフリーライブ、でライブハウス、そのライブハウスはやっぱりね、知り合ったアーティストさんと一緒ですけどね、それからね、イベントライブなど、お祭りステージなど出させていただきまして、そして2011年、ちょっとね、3月にとても悲しいことが起こりまして、で私自身も病気になってきてますね、入院して手術したりとして、でなかなかうまくいろんなことがいかない1年でございました。そして2012年になりました。今年はね、今まで頑張ってきたものを全てね、経験として生かして、でそしてこうやって集まってくださってる皆さん、いつも今日残念ながら来れなかった皆さん、そしていつもね、アメブロ遠くからですけど、アメブロを通して応援してくださってる皆さんや、でその他のたくさんの方にですね、今までの気持ちを全部返したい、その思いでですね、絶対活動の方を形にしようと思っております。で一生懸命今年頑張らせていただきます。どうぞ見捨てないで今年も応援してください。よろしくお願いします。